ー・インボーカルトコーナー今回は先週アメリカで公開されたドキュメンタリー映画「エリア51ボブラザール、はいえー」そのお話にちなんで、うんまあ、ボブラザールエリア51ってもう古い話なんでねこの「インボーカルトコーナー」でもあまり取り上げてなかったわけですけど30年前にあのメディアに出てきたボ、はい「ボブラザール」うん。 えー、30年、30周年記念で、このドキュメンタリーを作るきっかけになったんでしょうかね。そうですね。1989年ですよね、彼が。まあ実際に、あの、メディアに出たのは、はいえー、まあ29年前、まあ30周年、うん、もうあと数ヶ月で、うん、まああと数週間で、はいえー、30周年記念になるわけですけど、そんなボブ・ラザールさん、はい、一体何者か、改めて、 あの、ご紹介しますと、はい、1959年生まれですから、僕と同じですね。59歳になりますけど、どど 1>, 1月生まれなんで、あと1ヶ月で、うん、まあ、60歳を迎える、そんな彼なんですけど、うん、まあ、あの、子供の頃、まあ、そのドキュメンタリーでお母さんもちらっと出てきますけど、はいはい、子供の頃は、あの、まあ、とにかく科学とか、もの、うん、を、あの、あの、爆破すると言ったらいいんでしょうか。うん、まあ、あの、ロケットとかそういう、 えー、花火とかに夢中になりまして、うんうん、あの、ティーンエイジャーの頃に実際にあロケットエンジンみたいなのを作ってですね、はいはい。あの、自転車に、自分の持ってる自転車に、それを巻きつけて、うんえー、近所を走り回ってたお母さんもびっくり、みたいな、うん、そんな少年だったらしいんですけど、<laughs> うん、大人になってからも、あの、ロケットエンジンとか自分で作ったりとかして、自分の車を、あの、水素で、 動くようにしたりとか、うん、まあ、あらゆる実験をして、まあ、本人は、あの、まあ、マサチューセッツ工科大学、はいはい、カリフォルニア工科大学ですかね、カ、はい、ル,ルテックを卒業して、はい、あの、まあ、あの、ロスアラモス、はいえー、国立研究所に勤めたというふうに、はいうん、まあ、本人が、まあ、言っていたと。はいはい いうことで、うん、このロス・アラモス国立研究所というのはあのアメリカ合衆国ニューメキシコ州ロス・アラモスに第二次世界大戦中1943年に原子爆弾の開発を目的として創設されたアメリカの国立研究施設。はい、まああの 有名なマンハッタン計画が行われた。うん、まあ、それをやるために作られた、この研究所。うん、まあ今で、今でもありますけど、うん、ここに勤めていたと。はい。いうことで。うん、そこから、あの、まあ、一度、ロスアラモスを辞めて、あの、確かラスベガスの方に引っ越すわけですよね。うんうん、1980年代。まあ、そこで、まあ、仕事がなかった、 そのボブラザールはいろいろラスベガスから近いエリアのところでなんか仕事を探そうと、はいろいろな、えー、研究施設やら、まあ、もう本人は物理学を勉強してたということで、うん、まあ専門はそういうプロポーションって日本語で何んですか推進力が、うん、あの専門だったので、うん、まあそれに、えー、なんかちなむ ような場所あ、まあ仕事を探して、いろいろ、えー、あのところに、あの、なんて言うんでしたっけ、あの、あれを送るわけですよね、履歴書みたいなの、いろ、ね、んなところに、うん、まあそんなに、そんなにラスベガス近辺に多くはなかったんですけど、うんうん、そういうところに送ってあるきっかけで、あの、まあ第二次世界大戦後、 あのその、えー、砂漠エリアっていうのは、原子力爆弾の実験をものすごいやってたわけじゃないですか。で、その当時、その原子力爆弾実験の写真を撮るために、結構大変だったらしいですよはい、はい、ものすごい爆発なので、うん、その写真を撮るために、あの、設立された、なんかあの、ええー、まあ、あの、 写真工場って言ったらいいのか、うん、カメラ工場みたいなところにも話、話が来るらしいんですね。うん、そこから。で、彼の履歴を見てあ、ままあ、あまりにもあの、あの、うちの会社としては、もう知識ありすぎるので、うん、というふうに言われて、うん、まあ実はある研究所があるんだけど、そこを、 を進められた、はい、そこが実はそのエリア51というふうになっていくわけですけど、うん、ででそこからまあそ,こそこの写真会社から推薦を受けそのエリア51のまあ実はその秘密基地に勤務することになるのが1988年ぐらいから、はいでまあ、半年もいたんでしょうかね。そこで あのあの初めてまあ面接やら行ったりとか、ブリーフィングやらされたりとかして、そこからあのそのエリア51からさらにちょっとバスに乗って、数キロ離れた S4 というあの研究所といったらいいんでしょうか、そこにあの勤務することになって、そこで宇宙船。 の研究みたいなことを始めて、うんえー、そこからまあ数ヶ月後に、えー、地元、まあ、一番近いラスベガスの、えー、テレビ番組にニュース番組に実は僕はその秘密基地に行って勤めていたと、うん、宇宙船を見たんだみたいな話からまあその情報が、まあ、アメリカ、まあ、世界的に まあ大爆発するわけですけどね。うん。まあ最初はね、えー、匿名でこう出るわけですけど、えー、その後、まあ名前も顔も出して、まあ内部告発という形でしたよね。ね当時ね、えー、要はそういう、あのー、地球外生命体が開発したような強力な推進技術をアメリカ政府は握っているのに、うん、それをこう民間とシェアしないのは、これは国家的な犯罪だという視点から、えーえー、内部告発をした。 という形でしたね,当時ね、ええまあ、それで、まあ、本人が最終的には自分の本名を出して、うん、2>, 2回目かな、なんか2回目か3回目ぐらいの時に、うん、まに、あ、一番最初に出たのはシロエットだけではい、はい、本人が偽名で出たわけですけどその後、まあ、本名を出して、うんまあ、それも一つ、まあ、本人曰く自分が、まあ、要は狙われてる、うん、だからもう 本名で出た方が自分の安全を確保できる。本名で出た時点で暗殺されてしまったらさらに大きい騒ぎになってしまうと考え、まあ本名で2回目は出たと。うん、で、暴露したと。うん、そんな、えー、ボブラザールなんですけど、うん、まあそこからもう UFO 研究でまあ大騒ぎになるわけですよね。そうですね。<ー>まあ、初めてなんかそういうエリア51から本当に秘密基地から。 出てきた、えー、科学者だ当時だからそのいわゆる UFO 系の番組とかに出てたわけじゃなくて普通のこうイブニングニュースみたいなのにう、ね、<laughs> こう出ていて地元ラスベガスのテレビ番組のニュース番組にポ、うんうん、ンポンと登場したんで、えー、まあ大騒ぎになったわけですね。なったわけです、うん、まあそこからまあ本に曰く自分の人生はもうぐちゃぐちゃになっていくはい、はい、ということになるんですが、うん、まあ当然 あのその当時、まあ、UFO の世界、UFO 研究の世界で名の知れてた人たちからもう大バッシングを受けて、やつは言ってることは全部でたらめだみたいなことを言われたりうもう。う すするわけですけどそうでど、ねええまあ、身元調査からこう始まるわけなんですけど、うん、まあ要はその、まあ、ロスアラモス国立研究所っていうのは、かなりその名だたる研究所なので、ええ、そこに本当に勤めていたのかとこうまあ調べたところ、えー、勤めている形跡はあ、そんな人は知りませんとロスアラモスは発表するんですが、だけど、ロスアラモスの,その、えー、っと社員の,その、えー、電話帳みたいなのがあるんですが。 そのね、後,後出てくるわけです、ねうん、その中には、彼の名前はこう、載っていたりとかね。あと、だから、後に出てきた、えー、新聞記事にも、はいはい、本人、ロス・アラモス研究所の博士、ボブ・ラザーが、えー、な何かの実験で、こう、新聞記事になっている、はい、その新聞の記事も出てきた。そうですね。ことで、ロス・アラモス自体には、彼が勤めた、 えー、形跡は全くないけど、うん、その電話帳と新聞の記事が後で出てくる,出てくる、ね、あれ、うん、ちょっとおかしいんじゃないのまあもう一つマサチューセッツ工科大学卒、はい、カルテック卒と、うん、まあアメリカで有名な、えーえー、大学の二つを出ているということを本人は言ってましたけど両、えー、大学とも彼が いった形跡は全くないという,、はい、と,いうところで、当時の陰謀論者とか UFO、えー、研究家たちから、いや、言ってることは全部嘘だろうというふうに言われたわけです。うん、でも、このローサ・アラモスに関しては、後にこういうことが出てきたので、うん、ちょっと待ってくれよ。うん、もしかして、これは消されたのではないかという話も出てくると。そうですね、ええうん まあそんなボブラザーが先週ですかそのおよそ30年ぶりにまた登場してドキュメンタリーとして、うん、まあボブラザーが。 えー、ピックアップされたわけなんですけど。まあ要はそのその当時わーっとこうテレビ出たんですが、そのさまざまな UFO じ UFO 学者たちから責められて、そのあの学校も出てないんじゃないかとか言われて、えー、彼はもうずっとず,ずっとその UFO について全く喋らなくなったんです、ね。うん、まあいろんなその。 今までも研究家たちがそのボブ・ラザールにこう話を聞きに行くんだけど、まあ、公の場でそれをこうリリースするようなあの話を全くこうずっとしていなかったんでえ久々にボブ・ラザール本人がこのドキュメンタリーで語るということで、ええ、このドキュメンタリーが注目されたわけですねまあ今回、ドキュメンタリーを撮った方もインディペンデント、えー、ムービーメーカーということではい、はい、全く大手の、うん、スポンサーとか。 うん、はなしで、うんえー、ほとんどその彼本人が、えー、カメラを回して編集もして、はいまあ、その映画の協力としてその1989年に、えー、ラスベガスのニュース番組に出たそのニュースレポーターの方ちょっと名前どう忘れジ,ョジ,ジョージ・ナップという方も、はいえー、このドキュメンタリーに参加して、はいまあ、当時の話とか。うんえー まあ、その、知り合いの話とか、いろいろつなげて、こう、作られたドキュメンタリーまあ、アリも、僕も見たわけですけど、アリの感想としてはどうですか、その、うん、まあ、その、ドキュメンタリーを見て。 ドキュメンタリー自体は、まあ、いわゆるその、今、あの、デイブが言った通り、その、まあ、あある種すごい低予算で作っているものなんで、うん、ちょっとま、あどっちつかずなところはあるんですよね。その、いわゆるこのボブ・ラザールを知らない人に向けているのに対しては、ちょっと、ラザールの説明が少ないし、ですね、ラザールのことをよく知っている人たちからすると、ちょっといろんな、なんて言うんですか、演出がこう、ありすぎて、うん、あの、 嘘くさい UFO の写真が出てきたりとか、はい、そういうのいらないんじゃない、もっとラザールの話が聞きたいなっていうのが多いんで、えー、ちょっとどっちつかずなところはあるんですが、でも、その本当にその久々にボブ・ラザールがその当時のことを振り返ってこう語っていて、まあその当時と本当ほとんど話が変わらないっていうところは、非常に興味深かったですよね。えー、まあだから、89年に出て大騒ぎになった時に、本人は一回引っ込むわけですよね、うんはい、全く。うん でその後とに、まあ、数年経った後にまた出てくるというか、うん、なんとなく出てきてはへっこんで、うん、出てきてはへっこむという、うんうん、そんな、えー、人物なんですけど、うん、まあ現在は、えー、どうやらドキュメンタリー見てると、アメリカ中西部のミシガン州に住んでいて、はい、自分で、えー、会社を。 えユナイテッド・ニュークリアというね、その様々な化学物質を取り扱うお店をこうやっているんですね。一般、えー、の、えー、人々にそういう、うん、なんか、なかなか手,手に入らない、なんていうケミカルをこう。ここだって放射性物質とか売ってるん、まあ、もう販売してるという、ちょっと奇妙な <laughs> 奇妙なお店なんですよ会社を経営してるという方。うん なんですけどね、うん、今現時点では、うん、そうですね、えー、でまあ本人曰くもう全くある意味後悔してると自分がこう、うんえー、実際にその宇宙船を、えー、見たということを後悔したのをねまあ発表したのを結構まあ実は後悔してる、ねうん、まあで本人的には全くこう利益とかをえー 得たわけでもなく、うん、まあこの UFO の世界ではいろいろな人がいますからね、うん、デだらめとか言って、うん、金儲けのために出てきたり、うん、まあ本人的には全くそういうあのモチベーションもなく、うん、見たものを、うん、真実として語っただけなのに大騒ぎになったから、うん、もういいやみたいなことを思ったということで、だから今回、まあ、30周年ということで、この、えー、ドキュメンタリー、 のディレクターがなんとか説得したのか、そうですねまあそう簡単にはあの説得されて、このドキュメンタリー作られたとは思いませんけどね。うんあの まあまあ、たくさんのインタビューがユーチューブに出ていますけど、本人そうですね、そのこのドキュメンタリーの中で、その監督が、えー、いわゆるその情報操作に巻き込まれたんじゃないのってこう聞くシーンがあるんですね、うんはい、そこで初めて、ボブラザールはもう基本的にはすごく落ち着いてる人なんですけど、えー、ちょっと興奮したというか、あのうん、ちょっとエモーショナルになるシーンがあって、えー、それも情報操作なんかではないっていうふうに言い切る、はい、わけなんですね、情報操作ならそれのエビデンスを見せろっていうふうに監督に迫るシーンがあって、えー、実はですね、 このまあ、そのボブラザールが、えー、勤めていたとされる S4、これ、全く別の人で、まあ、今、80代のおじいちゃんなんですが,、えーがこう、カミングアウトしてることがあって、うん、そのおじいちゃんはその昔、S4 というその秘密基地で、えー、いわゆる警備として雇われたんですって。ははは で彼は警備として雇われたんだけど、実はその S4 で、その UFO を回収していて、リ、うん、バースエンジニアリングをやってるんだよっていうことを、その会社の人からブリーフィングされたそうなんですよ。うん、でななんんでそんなことを 警備の俺に言うのかなっていうのをすごく不思議に思って、うん、彼は誰にもそれを話さず<え>、えー、黙っていて、まあ、黙っていれば、あの、まあ、どんどんその警備もいろんなところを警備するようになったんですけどそ、その彼が最近こう話していたのは、あれは自分が思う当時のは、まあ、明らかにその情報操作だと思ったと。その、ね、いわゆる嘘の情報をこう言われて、それが、まあ、その、と、あの、その、まあ、 当時、まあ、敵だった、その、ソ連とかに対して、そういう、こう、アメリカはそういうものを持ってるんだっていう情報を、こう、あれしようとしたのか、何か違うことをやっていて、そのカバーストーリーとして、その UFO の話だったのかは分からないけど、明らかに自分みたいな、ただの警備に、そんな話をするのはおかしいと思ったというふうに語ってるんです。うん、まあ、で、まあ、それをこう聞くと、ボブラザールは確かにその推進力の、その専門家かもしれないですけど、わざわざ、その推進力を研究してるにしてもね、 その UFO から持ってきたんだよとかって、話すかなと、もし本当に UFO が落ちていたとしたならば、これも研究して進めてくれって別にその全体のネタをばらさなくても研究は進められるんじゃないかなという、あの核爆弾なんかを作ってる時は本当にそうだったんで、核爆弾を作っててみんなに説明せずにパーツをみんなにこう研究家たちに作ってもらっていたわけで、 そんなことをそのボブ・ラザールになんでその時こう説明したのかってのはちょっと不思議に思うから情報操作なんじゃないかなっていうふうに僕は感じるんですけどね。まあ本人的には実際にその宇宙船に入って、うん、そのあのどうやってまあ本人の研究エリアはその宇宙船のえー エンジン部分のリバースエンジニアリングを担当ということで、そのエンジンの部分だけをまあ研究していたというか、実際にその飛ぶ場面も見て、どういうふうに動くかっていうのは説明されたというか、自分も多少研究したわけですけど、その中にまああのまあその宇宙船も,もう模型になっていて、僕も。 持ってきてますけど、<laughs> まあ、あの<れ>精密的な、スケッチ通りに作られた、プラモデルみたいなもあるわけで、そうですね、実際にその宇宙船っていうのは、うん、あの9個見たそうなんですけど、うん、そのうちの自分が入ったやつは一番小さいバージョンで、まあ、長さ、 どうどうなんでしょう10メーターもなかったぐらいの大きさなのかな、うんうん、で実際に自分が入ったもまも、まあ、これがプラモデルがまだ、ま、だふふもけてないで,す、ね、でもあの本当、デーブの言うりそり、そのボブ・ラザードは非常に詳細にその宇宙船というか、UFO の,の構造のこう形とか、えー、どういう推進力を使っていたのかをこう詳細に説明したという意味では、あの、うん、面白いですよね。で、えー、その エネルギーソースとなったのが、はいえー、原子番号115、はいえー、というあの、なんて言ったらいいんでしょうか、物質,物質だったわけですね。うん、でその、その物質115っていうのは、うんまあ、要はこの世には存在しない、要はう、ね、あのげ原子物質。うん と言ったらいいんでしょうか。その、だから、ボブラザールがそれを発表した時は、まだなかったんですね。えー、115番というその、えー、物質は。えー、2003年に、えー、製造にこう成功するんですが、今ではモスコビウムという名前がついている、えー、エレメント115という、これが要は推進力の元になっているということを当時、ボブラザールは語っていたんですね。 それがだから、89年にそれを語って、2003年に初めてこうアメリカとえロシアのえ合同化学チームが初めて合成に成功したと、後にまあモスコビウムというふうに名が付くわけですけど、モスコワでまあ実験的に成功したから、はいはい、その物質が89年にもうすでにあったと。それがああのまあ ボブラザールイコールそれがエネルギー源としてそうです、ね、何をしたかというとそれを利用して重力を操作できたというふうに言われていてまあ反重力とかよく言いますけど、うん、まあそのエレメント115自体に非常に 強いその重力場があって、それをこうさらにこうアンプリファイアで大きくすることによって、えー、要はその空間自体にこう歪みをつけるというか、いわゆるその何かを排出して動くというその推進力ではなくて、えー、周りの,その重力場を操作することによって、えー、UFO を飛ばしたり、えー、推進させたりすることができたというふうにラザールは語っています、ね。まあ本人の例例ええが面白かったんですけど、うん、例えば要は まあ、ボーリング玉をベッドの,、うん、あのクッションにドーンって置くとしますよね、はいはい、へこみますよ、ね。はい、で、まあ、そのへこんだのが重力として、うん、その、まあ、数十センチ横に手でこう、うん、ギュッとあの、えー、マットレスを押し付けると、はい、その球はそっちの方にぐわーんと動くと。はいはいはい いうことでそういうふうに動き方、その宇宙船の動き方を説明していた、そうですね、要はその周りの重力を操作して、はい、そっちにビュってこう引きつけられるっていう、うん、僕の説明が分か,分かるかどうか。<laughs> でもそういうことですね、何かを排出して動かすのではなくて、周りの空間を操作することによって動かすというシステムだとそうすると、当然、重力を操作すると、時間軸もずれるみたいな、そんな話も、うん、あのボブ・ラザールはあのインタビューの中でしてるわけで、だから、まあ、僕ら、科学者ではないので、聞きながら、あ,あなるほどなあみたいなことを思いつつ。うん それを聞いてるわけですけど、まあ、あとちょっと面白いのが、ブリーフィングという研究、宇宙船を実際に見る前に、いろいろな資料を渡されする、うん、それを読まないといけなかったわけなんですけど、実はその書類の中に、どこから、宇宙船ってどこから来たのかっていうのが書かれていて、それがまあ南半球からしか見えない。 レチクルザゼータ星というシステムですね。連星主星晩星間いはいはい <laughs> という、まあ、肉眼で二重星として見ることができる。まあ、南半球しか見れない。うん、このレチクルザゼータ星から来た。この距離的には地球からおよそ39光年もある。うんうん、その星から どうやらこの宇宙船は来ていると、うん、そこまではそのブリーフィングの時に書類には書いてある。なるほどで、その宇宙船の中を見たら、どう見ても人間の、まあ、身長でいうと半分ぐらいの身長ぐらいしかない、うん、要は小型の椅子。 要はあよく映画に出てきたりとか話題になるあのグレイエイリアンという、ね、はいはい、120セ,センチぐらいしかない,はい、はい、グレイエイリアン、まあ、本人も写真は見たそうです、うん、解剖されたそのグレイエイリアンの、うんえー、解剖写真も見せられたというふうに、うん、だから実際に宇宙人にはあのー、その研究所では会ってないですけど、はいはい、あともう一個面白かったの彼が言ってた、えー、要は突き落とされた。 た宇宙船ではないというふうに、うん、まあそれも説明は、細かい説明は全くなかったらしいですけどね、うん、まあ研究、その秘密の研究所というのはそういうふうになっていると、コンパーメンタライズって日本語でなんて言いうのまあ縦割り。縦割りでもう要は隣が何やってるかさっぱり分からない状況なので、うん、お前はここの。 そのエンジンのところだけを研究すればいいというふうに言われてた男なんですけど、そのブリーフィングの中にちらっとそういうことが書かれていたりとかして、なんか、そのまあ本人が言ってたこ興味深いことっていうのは、のその9基見た中で、全部ほとんどなんかこう、綺麗な状態だったから、突き落とされたりとか、乗っ取って ってあの軍が持ってきたのではなく本人的になんとなくかん、うん、見て感じたのがアーケアロジカル・ファインド って本人は考古学的な発見だったのではないかと発見されたのではないかっていうふうに本人は思ってた、うん、だから具体的にどこからとか本人は全く分かりませんけど、うん、それもちょっと面白いなと思ってるでで、ね、で一応そのブリーフィングのペーパーにはなんか1万年前からこの、うんえー、レチクル・ザ・ゼータ星の,、うん、あの宇宙人は地球に来てるみたいなことが書いてあったシーンですけど、うん、まあそんなことも書いてあった そうですねまあ、このドキュメントの,そのハイライトになってくる部分では、物質115っていうやつですね、それ、2003年にそのモスコビウムというまあ製造に成功するんですが、これ、非常に安定性のない物質で、もう0コンマ何秒ですぐ蒸発してしまうんですね、うん、このボブラザールが言っていたエレメント115って非常に安定しているとで、地球上では作ることができない物質だと、うん、昔、ボブラザールはこのエレメント115を持ち出したみたいなことを言ったんですね。 ドキュメンタリー出てきますよね。で、まあ、これ、あんまり、そうね、あんまり、そうか、ネタバラになっちゃうけど、まあ、それについて、こう、あのこの監督が差し迫るシーンがあるんですが、そこからちょっとまた意外な展開をするということ、はい、これ、ぜひ、ドキュメンタリーは。うんうん、まあ、30年ぶりのドキュメンタリーで、ちょっとこう、うんうん、エキサイティングな部分を監督が作ったみたいなところも、<laughs> ね、ちょっと、ええー <laughs> みたいなところもありますけどね。でも、もともと、あれですよ、本人がさ、うん、あの、 出てきて、暴露するわけじゃないですか。うん、1989年に。うん、で、実は、その3ヶ月ぐらい、あの、あもう時間がなくなってきたです、うん、から、まあ、まあ、<laughs> そこで止まんないで <laughs> まあ、いろいろね、奥さんの浮気の話もあったらしいんですけどね。うん